ハローシルジャパン TV。 昨日のビアサーバーが最高だったので、今日もビールに合うおつまみを作っていきます。今日のメニューは簡単4選。畑で採れたピーマンで作る無限ピーマン、そして昨日のできな使えなかったちくわのチーズちくわと、あとはウインナー巻きが美味しかったのでもう一回作ってみるかなっていう感じで4品、あと豆腐明太もやってみたいかなと思います。イエイ、頑張れじゃあ今日もよろしくお願いしますじゃあ今日も早速スタート。じゃあまず今日は何から作ろうかな。ソーセージ、大葉チーズから作ろうかな。こんな感じで焼いていっちゃいます。焼いている間にちくわにチーズを詰めていきます。裂けるチーズを使います。長さが長すぎるね。一旦ここに置いておきます。これは食べちゃうあ、やばい、こっちもいい感じかも。うわー、こんがり、いい焼き色。わあ、いい感じ、ジューシー。よいしょ、出来上がり。一品目出来上がり。はい、そしたら続いてちくわもこっちで焼いていきます。ダダダダダン。豆腐を半分電子レンジで、チンします。こんな感じで600ワットで2分です。よし、これをひっくり返して焦げ目をつけていきます。で、焼いてる間にピーマンを洗っちゃいます。おお、焦げちゃう焦げちゃう。おお、いい感じに焦げ目がついてきた。そしたら洗ったピーマンを食べやすい大きさにちぎってビニール袋に入れてきます。よし、こんな感じかな。はい、ピーマンできました。そしたらこの中にツナとごま油とかちょっと調味料を加えます。ツナ缶、はい、油を切ってビニールの中に入れます。ごま油を大さじ1杯、鶏ガラスープの素で、塩コショウ、塩コショウ、パラパラ。まずまずで、これも電子レンジで、600ワットで2分加熱します。はい、で先ほどできた豆腐は、水気が出てきているのでまたこちらも水切り。はい、水切りしたら、明太子、昨日と同じなんだけど明太子を入れて、明太子で和えて、明太子で軽く和えて、あと白だし、白だしもちょっと和えます。軽く和えたらお皿に盛り付けます。こんな感じにして、それからまたまた大葉を切って上にトッピングします。
うん、切ってても香りがいい。よっぱらっとかけて、うわぁ、贅沢。こんな感じで2品目は出来上がり。はい、そして電子レンジからピーマンが出来上がってきました。うわ、ほっかほか、熱々、熱々、うん、いい感じ。こっちも、お皿に開けます。うん、さっくりあえて、あ、いい感じ。はい、かつお節をあえていきます。さあ、よし、そしてさっくり混ぜて、ほっほっほ、ちょっとツナが見えなくなっちゃった。白ごまを振れば、で、軽く醤油をたらりん、じゃん、3品目完成。はい、じゃあ最後はちくわの味付けやっていきます。こちらはいつもの照り焼きソースでちょっと煮絡めていきます。照り焼きソースなんだけど、醤油が3で、みりんが2だから、よし、そしてはちみつ、この調味料を混ぜて照り焼き風で煮絡めていきます。おー、グツグツ、うん、美味しくなーり。うん、美味しそう。これでお皿に盛り付けます。よし、タリーン、よし、こんな感じかな。彩りでネギをのせます。はい、4品目完成。じゃじゃん、今日のメニューが出来上がり。餃子の皮のソーセージ巻き、そして豆腐と明太子のサラダで、こっちが無限ピーマン、そしてこっちがチーズちくわの照り焼き。じゃじゃーん、今日も美味しそうな居酒屋メニューが揃いました。じゃあここでビールの時間です。全4品の居酒屋メニューができました。じゃあ早速昨日と同じでビアサーバーにビールをセットしてみたいと思います。うわー、グラスがキンキン。よし、できた。はい、できました。そしたらキンキンのグラスにビールを注いでいきます。 Here we go! うわー、うん、完成。うわー、いい感じ。うぅふぅ。じゃあ乾杯。うん、最高。美味しいビールが飲めました。じゃあ座って料理ちょっと食べてみようかな。イエーイ。居酒屋しゅうちゃんオープン。まただね。今日は何食べようかな。まずでもこの熱々のちくわチーズ食べてみたいと思います。これね、チーズがね、とろーっととろけてる。じゃあちくわチーズ、ちょっとネギをのっけていただきます。うん、うん、うん、おいしい。うん、なんかチーズがもうちょっと
とろーんとかなる予定だったけど、うん、うん、まあこれはこれで美味しいかな。うん、電子レンジチンとかしたらミヨーンってなるかも。ちょっとやってみよう。ちょっと小皿で、まだかな。あ、もう良さそうだよ。どうだろう、本当になるかな。あ、なる絶対。ほら柔らかい。よし、じゃあ今度こそいただきます。気を取り直して。あれ？うん、伸びない。うん、あれで、なんかガムみたいに硬いモッツァレラチーズだから、うん、まあ美味しいけど。チーズミヨーンが良かった。うん、まあでもナイストライです。そしてそして、うーん、ちょっと楽しみな豆腐。豆腐と明太子は絶対合うよね。わあ、こんな感じ、美味しそう。おおお、続きます。うん、これは普通に美味しい。大葉と明太子がすごい合うね。うんうん、美味しい、大成功。うん、ヘルシーだし、うん、美味しい。そして後味で明太子がピリッという感じで、うん、食べやすい。じゃじゃん、初挑戦の無限ピーマン、いただきます。ツナがボリューム出てて美味しい。でも私的にはもうちょっとピーマンに歯ごたえがある方がいいので、2分はちょっと長すぎたかなっていう感じ。うん、これはね、この前作って美味しかったからリピ確定。うん、これは本当にいいよね。ワンハンドで食べれるし、うん、パリパリー、うん、美味しい。うん、冷めても美味しいのがいいよね。うんうん、乾杯。じゃあ居酒屋第何弾かな。うん、今日も大成功。うん、こののど越しサーバーを思う存分に満喫できました。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次のシェルジャパン TV でお会いしましょう。バイバーイ。